はい、皆さんおはようございます。アメリカの時間の5月5日日曜日ですけども、まあ日本の方は今月曜日の朝でございます。いやいや、今日も朝5時からですね。まあ私は1時間前に起きるんですけど、まあ準備があるから4時起きまして、先ほど終わりましたけども、大谷さんの情報があんまりにもありすぎて、もう編集したりとかいろいろ時間かかっております。申し訳ない、今はビデオ撮ってるところなんですけども、いずれにしてもね、今日はね、どんぐりさん、ひでちゃんことどんぐりさんがね、まあ大谷さん昨日からホームランを祭りフェスティバルでございますっておっしゃってたんで、私もねその言葉をぜひ使おうかなと、ということで今日は9号10号4打数4安打、もういうことはありませんね、嬉しいということでございます。皆さんも嬉しいでしょうか。そうするとね、まあいろいろ情報がありますけれども、まあ打点もね、そのもう打率もですね、もうホームランももうトップでございまして、初めて打率で、まあ同僚のねムーキーベッツを抜きました。これをねキープするのが大変でございますからね。ですから昨日皆様に、一昨日も話したと思うんですけれども、大谷さんにはですね、技ありヒット、まあアメリカの方ではあの2ストライクの後に、そのどうやって打つか、2ストライクのあの気持ちでまあ打つということで、まあ僕はそれはもう技ありヒットだと思うんですよね。だってもうボールがね、カーブくるパッと上に来たら、フォッと入ってきたらね、もう三振ですからね。だからもう本当に近いボールを全部、まあ軽く打つか、まあ当てていくか、まあいろいろするということで、今日もね、すごかったよ。ホームラン2つ、それ以外のものは、ケッキーがバーンと打って、行ったら行った、やらかなかったらもう、外に流したりとか、もうすごいよ、今日はね、このような雰囲気いったらね、もう大変なことになると思いますよ、皆さん。まあ大変なことはならない。もう大谷さんはね、もうすでに考えてらっしゃるからね。まあということで4打数4安打でね、あの RBI も3つぐらい取っておりますし、もうとにかく打率もトップになりましたから、もう言うことはありません。それ以外の情報もありますから、今日はねもうちょっとあまりにも長いので、どんどん話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではね、まず皆さんがですね、多分ね9号と10号見たいんじゃないかなと思ってね、トップにそれを持ってきました。じゃあ行きましょう。まずは9号からでしょうかね。はい、1回打席目。はい。ショーヘイ・オオタニ!1球目高め来ましたね。これ良かったね、あのあれで知らないで。これですよ、高めの球。もう本当にど真ん中のセンター行きましたよ。いやー、言うことはありませんね。その前の球、よくあれね、ファウルにした。あれも使えても打たなくてもよかったのよ。だから運がね、まあ、ついてますからね、あとはね。素晴らしい。やりますね。これはツーランホームランでございましたよ、ウナさん。打点が少なくても2つついてますから、本人のホームランの打点と、もう一人、あの、ね、あそこにいたホームランということで。はい、9号ホームラン、大谷さんおめでとうございます。さて10号も見たいですね。見たい。はい、4打席目でございますよ、皆さん。8回の裏、4打席目。はい、私もだんだん上手になってきて、こういうのできるようになりましたね。これは1球目ですかね。ですね、はいはい。これはね、もうものすごいでかいホームランだっていうことで、今すごい話題になってるようで、まあすごいところに行きましたね。テントホームラン、もう同僚の人ももう踊って、もうすごいっていう、驚いてますよね。さすがだね。すごい。ショーヘイ・オオタニ、ビッグフライ、ショーヘイ・オオタニ。これも真ん中がいいですね、やっぱり見えますからね。15、はい、
はい、おめでとうございます。そして試合が終わった途端にですね、もちろん出かけてきますよね。出てきますから、大谷さんは山本由伸と一緒に出てきましたから、それでまあ、あのインタビューもありますので、それも聞きたいと思います。まずはね、この2人でね、このほら山本由伸と大谷さんが出てきて、はい、じゃあ行きましょう。はい、出てきております。そしてこちらは、はい、あの最後のアウトを取って、2 hours 7, 2時間と7分でゲームが終わったそうでございます。昨日のゲームから言ってますよ。昨日ね、モメンタム、フォーヒットゲーム、あ、初めてだったんだ。3回目の長いホームランだったらしいです。距離的ボールはこんな大きく見えてますって言わなきゃ面白かっただろうね。フルフルフルで、ね、お谷さん、こんな大きな海待ってますよって面白かったのに。Congratulations。 それからスープしたこともおめでとうございました。じゃああれですね、あの大谷さんに質問したのはですね、この最近はあのすごくボールが見えてますけど、あのどうなんですかって、大谷さんの返事は、いや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 、あのジョークなんですけども、ボールがこんなに大きく見えるんですよって言ったらね、面白かったかななんて思う。大谷さんもジョークが好きだからね、たまにはジョークしてもしい、でも真面目すぎるからね大谷さんはね。でもね、いたずら小僧って言われているよね、戸谷さん。はい。ということでございましたね。続きましては、はい、ここ。いや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 、これはすごいね。はい、9号。じゃ、10号。はい、ここで10。はい。あー、ちょっと待ってください。これは15。これ、あ、一つ増えたからね。じゃ、これをちょっと伸ばしたら、あー、大丈夫かな。はい、大丈夫かな。あー、これですね。それでまあ、これをちょっと小さくしようかなと。はい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 、すいません、なったね。はい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 、とにかく15。はい、いいですね。これ増えそうでございます。こちらの方も後で直しておきます。はい、ここですね。はい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 、下この15を下げたいんだけど、うわ、下がった下がった。でこれも下げる。はい、 OK。 はい、15、おめでとう。これも直しておきます。おめでとうございます。
そしてですね、こちらの方も、今日はこちらですね。アトランタブレイブズ5日5です。これアメリカのカレンダーでございます。申し上げないですけど、まあ、日本のカレンダーにしたかったんですが、なかなかね、ないので、私の方には。で、これで、これで、これも、これも勝ちということで、スイープいたしました。1、2、3、スイープですね。はい、明日からですね、マーリンが来ます。マイアミ・マーリンズ、1、2、3、ゲームあってこと休みして、今度出かけていくんですね。ということで、これをまだ楽しみしたいと思っております。はい、ということで、こちらも終わりましたね。じゃあ、次の段階でいきます。次の段階はですね、やっぱりこれですね、ピッチャーがですね、ジェームス・パクストンっていう人が、で、この人もね、フリードっていうのはね、すごいピッチャーなんですよ。だからね、よく打てたなぁ。で、彼も2勝0敗だったんですけど、初めて1つ負けましたね。で、パキストンは4対0、無傷の4-0でございます。まあ、なかなかいいピッチングしております。はい。それで、ご存知のように、大谷さんのホームランで2つ取って、で、この辺で、あの人かな、大谷さんの友達というか、フレンドの、テオカ・ヘルネンデスが、まあ、ホームランを打って、また最後に大谷さんが8回の裏でしたね。ソロホームランを打って5対1で勝ちました。はい。ということでございます。あれを入れるの忘れましたね。ここ、あれを入れないといけないですね。ここに、ごめんなさい。じゃあね、23勝。はい、23勝。13敗。これを入れないとね、前に進まないということでございます。それでですね、はい、これも終わった。うん、これも終わりましたね。見てます。はい。で、メンバーは今日はね、左のピッチャーだったから、この辺もちょっと変わってますね。マンチーが昨日さ、3本ももらったのに今日出してもらえないなんて、よくわかんないんですけど、まあ、こういうのでも、まあ、大谷さん左でも、まあ、打てたということで、まあ、ラッキーですよね。そういうほら、昔から、まあ、スーパースターと、まあ、ちょっとランクが違うということで、出してもらえない。3本ももらったら、私だったら出しますよね、もうとりあえず。だけど、まあ、みんなに順番も上げなきゃいけないということでありますので、ということで今日はねこれを軽く綺麗にしなかったけどまあいいですね皆さんもご存知もこれで分かりますよねはい OKOK はいということでございますこれが最後ですねはいはいじゃあ下の方に行きましょうはいこれですね今日は入れておきましたまずは、おめでとうございますナンバー10これはあげまんということでございます上がりましたねで、SB が変わってませんので、アベレージが364。これをね、ムーキーベースも超えました。これ見て、オップス見てが、オップスということで、1111でございます。昔のですね、100年前の話になりますけど、ベーブ・ルースが 1.164。だから1164まで行ってね、欲しいね。この流れをキープすれば、うん、絶対いける。いけるというふうにね、思っております。それでは、ムーキー別をちょっと試して、大谷さんはトップに来ましたね。ムーキー別さん、ごめんなさいね。364、はい。ランツがね、29で、こっちが31、もうちょっとですね。で、ホームランが10で、まあ、これ大谷さんだね。で、これ、RBI、27、これ25、あと2つ、もうあっという間ですよね。そして、盗塁が7、こっちが盗塁がですね、8。だからこれも近づいてますよ。はい。ということでございましたね。そして今日のね、皆さんがわかりますように、ベッツが3打数、まあ、このバビーがあるから、0アンダーでございます。そして大谷さんが4打数4アンダー。ねえ、R が2つ。で、RBI が3つ。これはすごいよ。で、フリーマンもちょっと今日触れなかったね。ヘルネデスはワンヒット。で、まあ、本当にいいピッチャーだからみんな誰も打ててないんですよ。で、大谷さんだけがこれ光りすぎて、ヒーローインタビューまで行きます。先ほど見ましたけどね。いやいやいや、大谷さんはすごい。あのアプローチ。結果、トゥーストライクアプローチって言うんですね、こちらで。そのトゥーストライクのアプローチがすごくよく、やっぱりね、技ありヒット。もう最高。で、ピッチャーはですね、パキストンは6イニングと2人まで行きまして5ヒットで、実績点が 1バービーク2つ三振は3つあまり三振取らない人なんだけど
まあ、これだけやればすごいね。3.06 の ERA。悪くない。全然悪くない。ケリーがまあ、帰ってきて、あと一人だけアウトして、その時はトレーニングが1イニング。で、グローブが1イニング。それでおしまいと。で、グローブが今回締めましたね。なんか、クローザーがね、ちょっと怪我してしまいましてね、15日のアイルに入ってるので、まあ、グローブがその間に頑張ってくれるかなと思っておりますけど、はい、それでは参りましょう。次は、ですね、はい、じゃあゲームの方に、というか、今度はこれですね。はい、5月ですか。はい、行きましょう。はい、どうぞ。きれい！今日、大谷さんが乗ってるからね、やっぱり大谷さんが乗ると打つんだね。もういつも違う人が乗ってるから。このベースの一応ね、フィーズがナンバーワンだったよ。今現在では。アトランタ。その点はドジャース。今ドジャースが2位になったじゃないかな。で、日本の方、アメリカの方ではですね、今、進行でマイオンのフェスティバルが始まってるから、それにちなんで、大谷さんが、ホームランフェスティバルにしたのかなと思うぐらい次第でございます。あの人がパキスタンですね。ジェイミーズ・パキスタン。はい、パキスタンね。はい、ということでいきましょう。それではまず1回戦。はい、もう1回いきましょう。はい。ショウヘイ・オオタニ。これが助かったのよ。ファウルになって、ここのボール来た。やっぱりね、今日みたいなゲームを勝ったら超難しいゲーム。こうやって見ると大谷さんにあれだけのお金払っても全然問題ない。Very good, Mr. Shohei Ohtani. Number 9, おめでとうございます。ということでございますね。続きまして、こちら。はい。2回目ですけど、これも皆さん見てくださいよ。本当によーく見ていただける。いいですか？1球目が、これはストライクじゃない、ボールですね。はい。2球目もボール。で、みんな写真撮っております。3球目。これはホームラン狙いに行きました。ボール2つあるから。もう1回もホームラン行った。で、今度はホームランじゃなくて、流した。これですよ。これ。やっぱりね、あれ、無理に引っ張りに行くと、アウトになってしまう。これはすごいですよ、皆さん。シングルね。シングルヒット。はい、次はまた。これもシングル。これも技ありヒットですけど、まあちょっと、あれですよね。もう、そんな大きなホームラン打たなくても、ふっと軽く 3打席目でございますけど。これも1球目、ストライクだったね。まずいとする。これ2球目たらもうやられたから。で、大きなもの来て、そして、これが4-2-2。これほらもう軽く一つの程度で来ましたね。両方でバーンと持っていかなかった。これ完全に技あり率で最高。大谷さん、これをキープしてくださいよ。キープ、キープ。外の球来たらそっち流して、真ん中手に来たらああやって軽いところで、とにかく内野の人をちょっと超えればいいわけですからね。本当にね、ホームランだけは、ホームランばっかりはいらないんで、とおっしゃってましたね、この間。だからけど、自然にそれも出るわけだから、最高でございます。嬉しい、嬉しい、嬉しい。嬉しい姫。はい、続きましては、4回打席目の、15、はい。10ホームラン。はい。4打席目。これは1球目いきましたよ。見て、すんごいでかいね、これ。3回目、4回目大きいって言われてましたね。
すごいですね、大谷さん。嬉しい。サザエさんも嬉しいし、踊ってるね、あの広島のね、知ってる方がですね、こうあの踊りのあれを送っていただいて、あの子も大きくなってるからね、4、5年前のがもうちょっと話だから大きくなってるだろうね、あの子もね。小田さんという方から送っていただいて、これ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 、もうみんな大きくなってるでしょうね。イエーイ。はい、15おめでとうございます。はい、ということで、話題終わりました。今度は話題に入っていきます。話題ですね、これですね。これもインタビューされて、あのコーチが入ってきたんですよね。これ面白いね。はい、では行きましょう。はい、大谷翔平、また何かあればやりたい、おもちゃプレゼントを自画自賛。試合後の一問一答ドジャースを大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地ブレーブス戦で8号ソロを放った。デーブ・ロバーツ監督を抜いて球団の日本出身選手の最多本塁打記録で単独トップになった監督が乱入した。乱入入ってきたのよ。おもちゃのプレゼントに言及、また何かあればやりたいなどと語った、うん、ロバーツ監督の本塁打数を抜いて、すっきりしましたミニカーをプレゼント。車を欲しいと言っていたので本人にも喜んでもらってよかったと思います、うん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 、こういうジョークは好きですか、うん、そうですね、イエイ。また何かあればやりたいと思います。ここでロバーツ監督が乱入。乱入入ってきたの。本物の車を買いますか、ワールドシリーズで勝てたら考えます、うん、ここ12試合で10勝ち。チームが上向いた要因は連敗がありましたけど、何かあれば選手だけでミーティングしたりだったり、全員で意見を出し合いながらやる雰囲気は、僕は今年1年目ですけど素晴らしいなと思います、うん、連敗を脱した要因は前がどうのはないです。みんなプロ意識を持って一人一人が試合だけではなく毎日やるべきことをしっかりやっている結果じゃないかなと見ていて思います、うんうんうん、そういう選手が多いと思います。8号弾はちょっと詰まってましたけど入ってよかった、うん、ホームランを振り返ってインサイド寄りでしたけど反応できていい角度で上がってちょっと詰まってましたけど入ってよかったと思います。監督の記録を超えて次の目標はまた新しいのを探したいと思います。ダイヤモンドを回るときに笑顔が見えた、入らないかなというのが第一印象で、入ってよかったというのと、ブルペンもダッグアウトも喜んでくれていたのでよかったです。マンシーが3発、そう打線の迫力をどう感じているか、追加点を取っていくのは試合を重ねる中で大事なこと、明日につながる追加点だったと思います。繋がりましたよ。全体的に触れていていいつながりだったと思います、はい、ロバーツ監督はどういう存在か、基本的に選手に寄り添うタイプの監督と思いますが、良くないプレーに対して改善点もそうですが、アプローチを含めて話し合える関係性もあると思う。メリハリのある監督だと思います、うん、ちなみに先ほど話聞くとね、監督が自分から欲しいとは言ってないよ。メディアがこれはプレゼントしたんだけど、こういうジョーク好きですね、好きですと。じゃあ、将来的には、っていうか、まあ、今度は本物あげますかって言ったらさ、まあ、勝ったら考えますという、メディアの質問に返事。ロブ監督は言ってない。ロブ監督は、これで非常に幸せだと、ありがとう。で、誰でしたっけな、ほら、ケリーさん、ケリーさんの、ほら、奥様にあげたポルシェは本物だけど、これは、こういうもので僕のデスクの上に置けると、あの車は置けないということで、私はこれで幸せ、 I'm very happy とか言ってましたね。はい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 、ということでございました。じゃあ参りましょう。でこれですね、このテーブルでもう嬉しそうな顔してます。はい、行きましょう。ではどうぞ。はい、Shohei, congratulations. How exciting was it to break Dave Roberts' record? ありがとうございます。デーブ・ロバーツの記録を見て、感想をお願いします。すっきりしました。すっきりしました。relieved. I'm relieved. He told us about the toy car. Toy car! Can I give us the backstory of what toy car! って話してたんだけど。車欲しいって言ってたので、ご本人も喜んでもらってよかった。He said he wanted a car and I'm glad that he was happy that he got a car. そうですね、まあ、笑ってもらうのは好きだと思う。笑ってもらう。
ぱりね。何かあればまたやりたいなと。いたずら子だからやります。いやいや、もっとやっていいですよ、お父さん。わ、来た来た、入ってきた。ほら、入ってきた。セッションをちょっとインタラプトすると。この昨日にこれをいただきました、プレゼント。ドジャーの日本人生まれのレコードで、彼にコングラレーション、おめでとうございましたって言って。私の車ですと。違いは、ジョーのカーは私のオフィスに入らない。これは私のデスクに置けると。ということで、話行って、待っていなくなったの。そうしたら質問があって。勝てたら考えます。ということで、勝てたら考えますということでね。そうやって入ってきたんですよ。面白い方でございますね、コーチも。ね、はい、おめでとうございます。じゃあもう一回こちらでございます。今度は。この方がですね、エンリケ・ヘルネンです。もう承認の大谷さんのことを、もうとってもナイスガイと言ってましたね。はい。大谷翔平に起きた変化、心を開くようになった、同僚が実感、絆が深まった3月の出来事、エンリケ・ヘルナンデスが語る大谷、うん、個性が表にすごく出ている、うん、ドジャース大谷翔平投手は移籍1年目で、うん、同僚選手から全幅の信頼を得ている、うん、ポッドキャスト番組に出演したエンリケ・ヘルナンデス外野手は3月の韓国遠征に触れ、元通訳の水原一平容疑者がチームを離れた後に心を開くようになったとし、うん、いいね、実は面白いやつと語っている。プエルトリコ出身の32歳は昨年途中にドジャースに加入したユーティリティ地元ラジオ局 AM570 らスポーツのポッドキャスト番組ロギン&ロドニーに出演した際に大谷に言及した英語力については、スピーキングは日に上達しているし、言語を理解するのと会話をするのはすごく異なるものさとし、彼が同じチームにいてくれて僕は嬉しいよ、うん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 、特別な才能を持っていると称賛する、うんうん、さらに韓国遠征の最中に水原容疑者の賭博問題が発覚しチームを去ったことに触れた。韓国での出来事は雑念になりやすいと思うし、うん、それでいて彼の振る舞い方は完全にプロなんだよ、うん、とうなる。あの日以来僕らは彼を支え、うん、何があっても味方だと伝えたことが影響したのかはわからないけど、うんうんうん、なんというか彼が心を開くようになった、うん、と変化があったことを明かした。ほう、彼の個性が表にすごく出ている周りにいて楽しいし、実は面白いやつなのさ、とヘルナンデスは続けた。大谷を支えることを伝えた同僚たち、それに応えるかのように心を開くようになったという。大谷、絆は深まっている。いや、ここ面白いね、皆さん。ここね、実は面白いやつなのさ、いいね。実は面白いなやつなのさ、いいね、かっこいいね。はい、ということでエンリケ・ヘルネンデスさんは大谷さんに対してお話をしてくれました。続きまして、この方、これもまた皆さん面白いよね。この方ね、もう王子様と言われて、彼女どうやってあれ口説いたって思いますか。なんかね、ボールにね、電話番号書いて彼女にあげたんだって。そして、まあ、友達になって結婚まで行ったという。しかし、それも面白いね。まあね、みんなそれぞれそうやって考えてはいかがでしょうかなっていうことではないんですけど、王子様の話、どうぞ。はい。王子様と金髪彼女大谷、同僚カップルが、お美しい、肩出しドレスで笑顔が、素敵、チャリティーイベントに参加したグラスノーカップルドジャースの選手たちは2日、日本時間3日、ドジャースタジアムで行われたチャリティーイベント、ブルーダイヤモンド柄に参加した、王子の愛称で日本のファンからも親しまれているタイラー・グラスノー投手も、ガールフレンドと登場、を2人とも素敵。素晴らしいカップル、とファンも興奮している同イベントには、大谷翔平投手は妻、マミコさんと登場するなど、夫妻やカップルで出席する選手も多かった。グラスノーと登場したのは、
ガールフレンドのメーガン・マーフィーさんで2021年のレイズ時代に観客だったマーフィーさんにグラスノーが電話番号の書いたボールを投げてアプローチ、その後交際に発展したグラスノーはブルーのチェック地のスーツに白いスニーカーを合わせたマーフィーさんはシルバーのドレスにヒールを履いて登場した球団公式 X、旧ツイッターが2人の2ショットを公開、ファンからはワオ、ナイスだ、素敵なパートナー、彼女がお美しい、アリエルとエリック王子だ、グラスノーかっこよすぎでしょ、などと多くのコメントが寄せられていた。はい、ということでございます。最後の話題がこれありますけども、時間となってまいりました。まあ、最後の話題はね、まあ、アイオトンと水原のそのですね、まあ、なんて言いますか、通訳の仕方ちょっと違う、違うとか、まあ、興味ある方はですね、またフルカウントね、日本の番組、日本のそのあれに出ておりますので、見られる方はぜひゆっくり、興味のある方は見てください。もう時間がないのでこれちょっと飛ばしますね。まあ、内容はそういう内容でございます。この、その通訳の方は、これはこういうふうに通訳する。でも、アヤトンさんはね、パッ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 とあれす、ね、あれするけど、大体伝えてますよね。二人とも、まあ、良さそうなんだけど。じゃあ、一応、コメントの時間ですね。はい、ありがとうございます。今日のコメントいただいております。お!どんぐりこと、ヒデイちゃんからいただいております。どうもありがとうございました。それでは、どんぐりさん、コメント、行きましょう。はい。どんぐりさん、コメントありがとうございます。ドルフィンさん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今日のタイトルは、はい、大谷ホームラン祭りですね。そうそう、8号からの9号10号、朝から機嫌がいいです。そう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 、ナショナルリーグのマンシーに並んでトップですよ。うんうんうん、この分だと6月7月が非常に楽しみです。うん、どんぐりさん、今日はね、日本打ったから、彼を超えました。だから今10だから彼はね9号までですけど、今度15、まあね、どんぐりさんが見たのは前のあれですけど、まあ今日は2本持ってますから、いやいやいや、どんぐりさんありがとうございます。もう今後ともよろしくお願いします。まあね、同じ日本にいます。ということで時間になってまいりました。今日も本当にありがとうございました。皆様からのコメントと、またチャンネル登録も忘れずにお願い申し上げます。はい、ということで参りましょう。はい、今日はね、もうバーンとすぐ行きます。時間の底がありますので、はい、ここですね。はい、さよならするのはここでございます。Let's go, let's go, come on. はい、ここですね。はい、それでは、See you later, alligator! See you later, alligator! それでは皆さん、また明日お目にかかります。ありがとうございました。